皆さんこんばんは。声優の一木千尋です。今日は風の旅人というゲームをやっていきたいと思います。これね、なんで気になってたかというと、以前ついやってしまう体験の作り方っていう本を読みまして、そこにね、紹介されてたんですよ。物語デザインみたいな。で、ずっと気になってて、で、このゲーム、結構なゲームの賞を受賞している作品ということで、ちょっと前のやつなんですけど、全然セリフとかも出てこないし、映像とかだけで進むゲームっていうので、どんな感じなんだろうってちょっと気になってたので、今日はこちらをプレイしていきたいと思います。スタート。素敵ですね。眩しい。この子が主人公でしょうか。こう、あ、はいはい、なるほど。マウスで向きを、あ、すごい。あ、 S でバックして、 A で左、 D で右ですね。あ、くるくる見渡せる。坂を登るのが大変そう。一緒。これはでもなんか多分あの光ってるところに向かえばいいのかな。よし、まずあっちに行ってみましょう。あ、おおおおおかっこいい。すごい、シュンって、あ、いっぱいあるんだ。なんだろう、墓標みたい。何かありますね。よいしょ。
ですか。記憶とかなのかな、この人の。
輝いてる。いる。すごい、ふわっと降りれる。すごい。あ、っとっと。ちょこっとしか飛べない。滑ってる。風が強いんだ。壁画だ。
なんだろうあれ。すごい。ほら、道がない。そこに行きたいですね。ああ、落ちちゃった。あ、ほら。あ、うん。あ、誰かいる。入っちゃった。また集めていくんだ。どうじゃ、あの大きなペロペロ。
そこも。うまく触れた。ああ、こうなるんだ。すごい。まだあっちに開放してないところが、あれはなんだ。つい気になって寄り道。これも気になります。このペロペロも気になります。よいしょ。こっちか。じゃあ向こうに行こう。よしよし。白い人。
じゃないですか。あ、動いてる。すごい綺麗。また違う砂漠だ。難しいですね。うまく触れないです。あ、できた。あ、何か出てきましたよ。あら、かわいい。誰なんですか？これはもしかしてオンラインとかでやってる感じなのかな？
音がすごい。渦みたいになってる。止まっちゃった。登れなくなっちゃった。下手すぎて。何か動いてますね。すごい。風で吹き飛ばされそうです。気をつけて歩かないと。今度は何だろう。
いた。いっぱい出てきた。すごい。あ、読んでる。失敗しちゃった。あとは、あの子たちが教えてくれる。
でしょう。なんだか危なそうな感じですね。
くりした。はあ、どういうこと？ここは危ないってこと？危なかった。怖い。はあ、びっくりした。すごくドキドキしました。
私だ。
すごい。
の先どうなるんだろう。雪が降ってる。Thank you.
通るしかない。ヨロヨロだ。
んて頼もしい背中なんでしょうか。天気が悪い。あとちょっと。
Thank you.
また星として生まれたんですね。すごい。1時間40分、あっという間に過ぎてしまいました。最初文字も何も喋りもしないゲームだと聞いていたので、ちゃんと私にできるのかなと思ったんですけど、こんなに素敵なゲームだったんですね。すごい楽しかったです。これはプレイステーション4でも確かできたはずなので、私はパソコンでやっちゃったんですけど、もし興味のある方がいれば